始まりました。はい、池おじチャンネルフォルツァスタイルのカメラ大坪です。荻山です。番長河合です。歩く不適切です。諸沢です。なんでいつもここで失笑が起きるの。もう慣れてるでしょ。お決まり決まり。久しぶりじゃないですか、この4人。そうそうそう、ちょっと久しぶり。荻さんがね。そうですね、久しぶり。そうそう、竹の塚今日やってきました、ね、今日竹の塚じゃないよ。違ったっけ。小田急のそっち。随分随分随分なとこ来た。世田谷区共同です。あ、世田谷区共同。高円寺で修行された方が独立されて、ちょっといいお店を、この革ジャン、バルスター、バルスターリーのタイプのやつをそこで見つけたんですけど、なかなかね、あの小粋なものが、綺麗ですよこれ。そうなんですよ、状態もいいし、全然ない。アメリカ人ものも、あのヨーロッパのものもこうミックスしていろいろいいものがあるので、小木さんの大好物な6号ですよね。ファーストです。ファースト、ファーストはあるかどうか。これめっちゃいいですね。これどこで買ったんですか。これはあの仙台の、仙台のトゥルービンテージ。とうとうこれはあの66はあの学芸大学、はい、のセブンス66モデルの赤耳の、赤耳のビンブーツ履いて、ビンブーツ履いて、今日は雨だって言ってたんでね。河合さんは、河合さんは、いや、くしくも同じく仙台、はい、トゥルービンテージだった。あ、これそうですか。そう、ペンドルトン吉田ソースの購入。吉田ソース中はオアシス、オアシス復活の、はい、本当にバンド T で本当にやるんでしょうか、オアシスは。あとはバーガスと、はい、それからこっちはまあコールハンですね。あ、コールハンなんですね。履きやすくて気持ちいいんですよ。やっぱり相変わらずソールがふわふわの、ムーンウォークじゃないやつですね。じゃないです、はい、そうです。まあ雨降っても大丈夫で、やってくれるのかなと思ったんです。やらないよ。番長のムーンウォークみたい。ムーンウォークみたい。練習させてくれよ。練習するんで、モロさん、はい、モロさん、で僕これダブルRL、はい、ダブルRL、ダブルRL、これベルウィッチ、ベルウィッチですね。ちょっとね、ベルウィッチ僕 ね、スコッチじゃないですかこれ。スコッチなんだけど直しちゃったんですけど、ね、懐かしのトリッカーズ。ベルウィッチ、あ、今日俺入っていこうかどうか。トリッカーズのレガソール、はい、あーで、ニットポロ JS、 今ね、JS の、あ、JS のね、JS の方ですね。JS の方、長袖、長袖、もちろんメリノウール、メリノウール。雨降る前に、はい、今日はこのメンバーで伺いたい。あ、ジャーニーさんって呼ばれてる。ジャーニーさん、センチメンタル、センチメンタル、ジャーニー。はい、ここ、ここ、ここパンジー、こっち花屋だ、こっち。え、なんで今止まったの。こっち、ジャーニー、こっち、パンジー、ジャーニー見える？ジャーニー、おしゃれだね、うん、新しいね、多分ね、去年の11月だからほぼ1年ですね。こんにちは、こんにちは、お邪魔します。お邪魔します。オーナーの鍋さん、鍋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんね、渡辺さん、お願いします。お願いします。イケメンですね。イケメンなんですよ。1年前ぐらいですよね、ここで。そうです、去年の11月からなんで、はい、ほぼ1年。綺麗ですよね、うん、ありがとうございます。でもなんかお宝がゴロゴロ、ね、もう気配あるでしょ。気配ある、気配ある。欲しいもんが、ねね、あら、6号あるじゃないですか、これ、デコレートなし。そうです、ファーストです。ファースト、はい、あ、ロングもいいよ。隣もそうです、ロングレザーも、ね、ロングだね。いや、俺あの70505のビンビンのやつ、ビンビンですね。あれビンビンですね、確かに、ね、早いよ、早い、早いよ。いやいやいや、エアロレザーでしょ、これ。そうです、そうです。これ、あれですか、はい、ホース、ホースですよね。そうです、そうです。オーサイド、あ、うん、あ、いいな。試着する番長、ぜひ。あっちだ、勝った、勝った、勝った、バキバキ。おじいちゃんだからさ。うわっ、おっ、おっ、袖いい、いいじゃないですか。袖良くないですか。袖、袖もちょうどいい、ね、ちょうどいい、ね、袖良くないですか、うん、いい感じ、いいじゃないですか。ガチガチだけど、あれ結構これって手入れしてね。そうですね、一応してます、買い付けしてからオイルは一度入れてっていう感じで、うん、あ、はい、でこれから、ここから番長育てていくってことですよね。うん、ハウマッチですか。これ3万9800円。安い、安い、3万9800円。ダメージある分ちょっと安くしてるんですけど。本当に？はい。お買い上げ。絶対これいいわ。僕ってあの隣の、ね、早いよ今日。早いな。早いよ。店まだ一歩しか入ってないですよ。お買い物タイム入っちゃったかもしれない、これ。これ66時代ですね。あら、あら、上下揃いになるじゃないですか。そう、66同士だ。あら。本当マジでいいわ。で多分ほぼ着用されてないですよね。マジでいいっす、マジでマジでいい、マジでいいっす、マジでマジでマジで、声がちっちゃいっす、声できました。ちょ、早すぎですって。早すぎ。うわ、あれ、え、あれちょっとこれも決まってんじゃん。4万2000円。嘘嘘、マジマジで
長くていいですね。あ、でもすごい肩きっちり綺麗だね、ここ、ね、多分ほんとワンウォッシュコンディションですね、うん、すごい、俺も着ていいですか。なんでこのなんか一発目で決めなきゃいけないルールとかやめてくださいね。もうロケ終わっちゃうんだ。なんとメディア初ブランド撮れなかなさすぎる。この襟のビンビン具合いいね、いいね、確かに。あ、まだ立ってるじゃん、ビンビンに立ってるじゃん。すごいいいね、これこれ襟のビンビン具合がやばいっすよ。これやばいね。いや、何よりね、肩のところがきっちりピタッとなってるから、これすごい綺麗。4人ぐらいな、ないですね、あんまね、うん、ないね、ないないない、こんな状態、なかなかないね。あ、これだな、早いちょっと、おこげちゃんの人、俺に来させて。はい、もちろん。何を隠されてるんですか。いいなぁ、これか、来てる。ちょっとドレスに合いますね、ね、こういうやつがね。ちょっとね、後ろから出てる、こっちからも撮るだよ。これか、すみません、これお願いします。ちょっと横取り、横取り、横取り、早い早い、横取りだよ。あのね、コメントで横取りが多すぎるこれかビンビンだ。あ、これ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 年代わかるじゃん。そうですね、ヘアタグ付きですね、うん、705、すごく、だってダメでしょ、こんなんで、多分ここが全然当たり出てないですね。そうですよ、着てないですね。でもちょっとこう、そうですね、あの畳、畳のあれじゃないですか、サビじゃないですか、ね、っていうか、だからあの店にあったとかね、倉庫にあった、はい、多分そういう、そうかもね。だってこれビンビンじゃないですか、これ、ね、こんなん普通ボロボロになってなくなるんですよ。あんま触んないでください。やべえな。でもね、上見てごらん、これ。あ、上、何あれ、おやおや、あや、ほら、506?506 WX でしょ。そうです。もう、ね、これサードですか。そうです。うわ、サードと506 WX でしょ。これはでも結構しちゃうやつですね。いや、そうでしょ、そうです、はい、いや、だってさ、あそこビーバーあるじゃん。あ、あれ、うん、あ、あ、あれ、ね、赤タグ、センタータグ、赤い、赤いやつ。でもこの程度でリーで残ってるとめったにないじゃないですか。 G1 も良くないですか、これ G1 タイプの、あの50年代 の、 あのライダースなんですよ。あ、ライダースなんですね。いや、ちょっと待ってよ、このほら G1 の後ろにもサードがあるじゃないですか。はい、あれもケアタグ付きの、はあ、もうほんと初期 の、 あのスモール E です。でこれはサイズ46です。でかっ、ちょっと大きいんだ。めっちゃいいじゃないですか、はい、あ、うわ、状態めっちゃいい、ビンビンすね、状態めっちゃビンビンだ、これ。どうどうどう、いや、このままあの共同駅までダッシュしそうに。いや、それ万引きってことダッシュして共同駅で捕まるんです電車来なくて。鍋さん、ちょっとこれ、はい、メイドの土産に着てみてもいい？もちろんです、もちろんです、ね、メイドの土産、値段聞く前にね、値段聞く前に来たらもうちょっと恐れ多くて。506 WX なんか着れないですもんね。いや、着れない。しかもこんなビンビンのさ、こんなビンビンは状態良すぎる。いやうわ、いいわ、うわ、竹がなんかいいね。竹がやっぱいいね。竹がやばいよ、これいいね。それ袖もいい、ね、前世紀のっこだな。わ、ね、かるけどさ、誰もわかんない。まだ前世紀だよ。背中もいい、いい、いいね。うわ、いいな、いいね。ちなみに俺でもこれは150、150ウォン。じゃない。それ15万になっちゃう。15万になっちゃう。じゃあ買うよみたいな。ありがとうございます。いえいえ。メイドの土産。いつまで来てんの。自分、河合さんもう馴染んじゃって。いや、俺もう今もう育ててるから。俺も今育ててるから。で、ちなみにこっちのサードは、いや、これすごいな。こっちが39万8000円。こっちの方が大きいんですよね。あっちの、あの、かかってる。こっちが78,000円。おお、え、なんでそんないきなり安く、この差は何なんですか。やっぱり、あ、これサードじゃなくて、ホースでしょ、ホース、あー、これガチサードです。あ、そっかそっか、557、うん、557の、ほら、ステッチがそう、イエローだ、オレンジとイエローで混じってて、こっちのがスーパー、まあレアでいったらスーパー、これ均等部位じゃないですか、まあ、しかもビッグイン、しかも結構大きい、大きめのサイズが本当出ないんですよ、うん、へー、はい、だからセカンドと多分並行してる時期もあるぐらいかもしれない。やっぱね、この生地の雰囲気が70505には出ないね、うん、ここだと WX ですね、うん、そうですね、完全に、ね、多分ディテールで言うと、あの表記に WX は入らない557だけの時代だと思うんですね、うん、このもう一発古いやつだと、この裏があの同生地じゃないんで、これだと同生地なんで、うんうん、ちょっと後期に当たるんですね、ここで見るんですね、はい、
ジージャン祭りだね。ジージャン祭り。いきなり？僕リーが。リー。河合さんリーがね震えてるよね。ね。あの状態のやつ俺初めて見ましたから、うん。これは多分出ないです、ね。出ないですよね。ハイネがもうとんでもないことになっちゃうと思います。これシャツ脱いできた方がいいんじゃないですか。そうそう。あ、ちょっと一回この上から着させて。え、なんですか。着させて。着させて。て前止まんないか。前はちょっとあれだけど、まあこれ抜けばあるんですよ。これ。これ、あ、でもこれ、あ、出た、あ、出た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 よ、ハマったね。あ、でもすごいこれコンディションめちゃくちゃいいですね、はい、これもほとんどすれが出てないので、うん、使用され、あんまりされてない。なるほどね。これでおいくらなんですか。これ20ですね。あ、20、いいじゃん。そう考えるとこれも50年代じゃないですか、うん、同年代ですよね。だマイナス100万以上ってことそうですよね、うん、はい。リーバイスのマイナス100万ですから、うんね、このコンディションはいいですね。コンディションめちゃくちゃいい。だから川合さん今日これとこれですよ。いやいやいや、いやでも僕初めて見ました、このリーでこの程度のものって、はい、復刻かっていうぐらい、ね、そうですね。こちらだってまだ1年しかね経ってないのに、はい、こんなにいいのがある。いやいやいや、それはやっぱ鍋さんの。そうそうそう、やばいでしょ、ね、だから僕フラット入った時にやばいと思ったんですよ、この後ろのやつ。これ N2B じゃん。 N3A です。 N3A か、はい、B になる前。あ、そうなんだ、はい、結構レアです。結構レアです、ね、大好物なんですよ、はい、これ良くないですか。これそれいいですね。これあとあのあれね、これね、ネバダにイカネバダってやつですね。リーノウエスターン。いいですよね、あれも、ね、サイズ感。 100J ってやつですね。河合さんあれ誕生年じゃない、うん、100年前やね。何年だっけあれ、後ろの。これ60年代ですね。このブラックドッグのスウェットいいな。そうですね、それ人気ですね、やっぱり。これでいくらですか。ネバダ来てますよ、ね、ネバダ早いよ。こっちこっち、はい、こっち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 がごめんとか言って、ごめん、もう仕事になってない、仕事になってないもん。ネバダ来て、あ、めっちゃいいよ。いやもうやばい、これ俺すっげー探してたやつだし。探してたんですか。そう、ウエスターナーフロッキーみたいなのになってる、うん、これフロッキーか、うん、外はみ出てんのが良くないですか、うん、これ。いやこれ十分だ、これチェーン刺繍ですね。でもこれ後入れっぽいんですよね、多分。でしょう、オリジナルではない気がするので、ボディはオリジナルなんですけど、多分当時ものじゃないと思うので、うん、なるほどね。その分ちょっとお値段は安くは、はい、出してます。でこれがいくらの。これ48,000。あれ、あら、はい、声ちっちゃい、声出てないですよ。いやもうめちゃくちゃ嬉しいわ。これ買ってないのに。買うけどね。おお、ちょっとこのレッチルの、レッチルこれ高いでしょ。だってこれはやばいやつ。91年やばい、これやばいやつだよこれ、はい、ひょっとしたら20万円じゃないですかこれ。あの多分40万円のところがほとんどだと思います、うん、だからこれがなんと、ジャーニーだとこれが8万です、ね、いいじゃないですか。でうち今期3枚レッチリ出して、はい、これ一番安かったんですけど、それ以外が2枚売れてて、なんでこれだけ残ったんだろうね。なんですかね。めっちゃいいじゃないですか、はい、これ状態もめちゃめちゃ綺麗なんで、うんうん、これ瞬殺じゃないですかこれ、ね、普通だったのね。これはこれメガデスです。あ、これメガデス、はい、一応コーンもありますね。あ、コーンあるんですか、はい、あ、本当だ。あ、うわ、これ結構人気のやつ。これそうですよね、はい、この女の子がモチーフですが、うん、はい、うん、そっか忘れてた。 N3A 見せてもらって、ね、はい、これに関してはちょっとジッパーが破損してるんで、直してから販売しようかなっていう。まだお値段ついてないです。そうですね、はい、これ綺麗ですね。でもそうですね、全然いいじゃないですか、はい、似合うよ、おじさん。鏡で見てもここ N3 がね、やばいやばいやばい、あれやばいやばい、いいね、あれれれれ、いいね。 N3B がね、うん、僕3着持ってるんですよ。いいね。じゃあ1着リリースして A にしよう。 A は持ってないから。この雇用手がネイビーいいっすよ。ネイビーいいね、うん、でここの革の部分もまだ残ってるから、うんうん、ふんだんに使った、ね、これリアルファーね、雇用手、ね、これで年代的にはこれ50年代。50年代、小木さん今日古いの当てますね。いや欲しい、プラスコンディションがいいですね、本当こちらは。あとほら、お父ちゃん見てよ、ブラック、あ、ブラック501、こんなにある店ないよ。32の30とか、これいいね、ゴールデンで、あ、ゴールデンですね、うん、こっちもいいんだけど、このあ、いいね、わ、いいね、これ良くないですか、これ結構お宝じゃない、これお宝系じゃないですか。
34 3429あ、いけるいける、うん、この品番自体はベルボトムなんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、646みたい、あの、はいはい、リーバイスの646みたいな、すごいスーパーベルボトムではない、はい、生地感いいですよね、めちゃくちゃいい、ね、めちゃくちゃいいですよね、雰囲気がいい、うん、意味はやっぱ生地がちょっと違いますよね、そうですね、はい、ベルト1本借りれるのか、あ、自分のでよければ、キュッと、キュッと締めたいの、シルエット綺麗です、綺麗ですね、綺麗ですね、うん、綺麗だよ綺麗、うん、年代的にはいつぐらいの、大体70から80、まあ80入ってるかなって、ちょっと後ろます、後ろヒップラインが上で、うん、これいいっすね、うん、深いね、結構深い深い、この65いいっすね、うん、これこれに、うん、これこれに、ああこれだ、南部だ、ね、あ、いいっすね、南部だね、これね、トランプ応援してそうですよ、ね、トランプ南部だ、これすごい、これいいじゃないですか、そう、50年セーラーパンツだ、はい、はい、大蔵さんっぽいのかな、っぽいね、もう猫目ボタンがいいです、猫目だ、はい、キャッツアイ、いい、あー、これ悩むな、このリート同じ値段じゃない、ちょっと履いてみていいですか、ぜひぜひ、履いてきます、はい、はい、50年代って言ってます、はい、多分まあディテール的には50で合ってると思います、はい、ちょっとこれ履いてきます、はい、好きだよね、すごいの好き、黙ってきてるし番長めっちゃいい、そうですね、 M 表記いいですね、やばい、はい、背丈がちょうどだ ね、うん、シルエットもそのフレア感が、フレア感が、まあでもセーラーだね、で丈がすごいですね、ぴったりだね、絶妙に合ってんじゃん、絶妙にいいですね、あ、これポケット、リートいい、ここしかないんだ、そうです、あとはこの縦入れの、はい、これです、あ、こことここだけです、はい、そうです、ここ全然入んねえよ、これ、まあ、上着着るからね、こういう人つけてないですよ、つけてないですけど、黒いティーバッグ、今日履いてないです今日履いてないです今日履いてない、履いてない、これ22,850円、50年代ね、50年代、うん、いや、なかなかこんな白い生地で、ね、残んない、うん、丈ジャストだね、残んないですよね、うん、でそれ以降になるとポリ入ってくるんで、うん、質感がやっぱそうですよね、この時代のがいいんですよね、このコットンの感じがいいですね、夏とかいいね、いいな、うん、これいいな、何回これいいな、これいいな、これカート似合うな、番長、あーカート似合う、ちょっと肩大きいのか、ちょっと大きいですね、身幅もそうだね、ちょっと一回り、ね、大きいですね、でもすごくコンディションいいな、これ今カートアメリカ、なんかカートすごい来てますよね、アメリカでも人気なので、うん、本当に買えないんですよね、うん、またあね、ラッパーのやつらが来始めましたもんね、そ、はい、そあ、それ古着が人気なんですか、そうです、新品じゃなくて、なんか、はい、ほらラグジュアリーブランドとコラボしてたりね、そうですね、はい、ショーで出てたり、今横で買ったな、新品はもう立つんですよ、本当置くと、あ、カチカチでね、カチカチでくっついちゃうぐらいカチカチゴールドギャップいいですよ、憧れちゃうから、かわいさもうスルーしていきますから本当におじさんのおじさんでも本当売れ筋に入ってますね、あんま頑張ってます、ね、すごいですね、いや今本当カーハートとかあとリーにしてもそうだけど、この一番上のあの G ジャン2着のどれ、これはちょっと隠してんじゃないの、あの一応来月 1周年なんで、ちょっとそれ用のさっきの557の、まあ、さっき言ってたあのギャラ入りの時代ね、出た出た出た、やばいやばいやばい、もうほぼ、うわすごい、やばいじゃん、これノリ残ってるやつ、やばいじゃん、やばいやばいじゃん、これこれあら、いやいや、やばい、あらららら、うわすごいな、ノリがパリンパリンで、はい、これスペシャルだ、え、もう一着は、いや、こっちは60年代のリーですね、あら、河合さん、やばい、あ、これもいいじゃないですか、リーあら、これノリすごい、すごいですね、ちょうど来月公開と合わせて目玉だってことですね。そうです、ね。すぐ売れちゃいそうですね。はい、うわ、あの乗り付きで、やっぱイエローステッチの使い方がすごい良くて、あとさっき言ってたの、これこれ、あの裏がライトオンスデニムなんですよ。はい、あ、本当だ。そこね。ゲージュ、ゲージュ。固まっちゃうね、よく仕入れましたね、これでもね、こっち持ってきてくださいよ、それ何ですか、これ B15C、 ああいいじゃないですか、うわやばいな、後ろにこれ備えて、これスタンバイして、はい、物、うわこれめっちゃいいやん、これ状態が B15C です、うわこれビンビンよ、うわこれビンビンっすよ、ファスナーもビンビンじゃないですか、ね、うわあれ、うわこれはいいわ、横取りたいな、これはこれはいいわ、これはいいな、
いや、クラウンジポン、こっちはもう瓶あるな、そここれも出ないでしょ、だって出ないです、ね、この状態でこのサイズ感で出ないですよ。いや、これだって袖入れた瞬間、うん、やっぱ新品みたいな硬さがあるのよ。ああ、よれてないんね。そう、中型もしっかりすごい、大体こういうの下に落ちてくるから、落ちてる、そうそうそう、そういうのがないから。小木さん、一瞬僕も着てみて。いやだ一瞬着てもいいですか。これはでも、開店前に並ばなきゃダメだね。ダメだね。いいね、独特っすね、これ。うわ、その格好はなんかもう、あれやつ、これもう軍艦乗りだね。軍艦、これセットそのままや、うん、これはですね、びっくりですか。はい、 S タイプ。あ、 S タイプ、はい、やばいじゃん。サイズどれぐらいですか。3329とかだった。あら、ゴールデンじゃないですか。ゴールデン、いいね。これはビッグ E の S タイプっていう、はい、あの501のちっちゃいアルファベットがつくやつがあるんですよね、うん、ビッグ E の中でもちょっとかなりレアというか、うん、WX の直後ぐらいですよね。綺麗、うん、一応まだパッチも残ってて、 S が読める。あ、 S って書いてあるわ、はい、ちゃんと。あ、本当だ、本当だ。これ39%、はい、39,800円。安いじゃん。いや違う、安すぎるな、ゼロいくじゃあ俺も買うよ。俺も、俺が買うよ多分100本欲しいです、自分で。はい、ここは黄色でこっちがオレンジでね。見てみてもいいですか。もちろんもちろん。欲張るな、メイドの土産シリーズ。パーパッチ残ってんすか。さっきの、557と上、上下合わせたらどうすか。あ、パッチ残ってるんで気をつけてね、お兄ちゃん。あ、小木さんどう。やばいっすね。やばい。あ、ぴったり。うわ、やば。あれあれめっちゃいいじゃないですか。お買い上げ。うわ、めっちゃいいな、Sタイプ。これでも安いっすよね。安いと思う。安い方だと思います。はい。あれやばい。あー、なるほどね。なんかすごい色落ち感めちゃくちゃ合ってるね。それ時代一緒ですからね。うん。すごい、でもデニムの状態すごくいいですね。いいですね。あ、まあこれ両方持っててもこういう、うん、合わせはしないからまあね、さすがにね。でももう398,000円で買ってもさ、すぐにキュンって上がって、いや、キュンキュンですよ、ね、いやもう、いや、そういう話をしちゃダメなんだけど、物としてのパワーはありますね、やっぱね、うん、9,800円、ここ買いやすいラルフローレンのポロチのね、はい、いいと思いますよ、こういう。あ、ポロチのね、こういうのもね、紹介したいですよ。レギュラーのグッドレギュラー9,800円。レギュラーでもこの辺みんな6,800円ですもんね。そうです、ね、そうこれいいよな。よく見つけますね。本当ですよねでこっち後期でこっち前期です。あ、こっちの方が濃いです。はいはいはい、66の、あ、66前期、はい、こんな濃いのあるんですか、うん、でこれね、でもやばいの出るとき鍋さんがあんまり紹介したくないのそう、売れるとまた寂しくなっちゃうっていう、ね、そうそう、俺の子っていう、ね、そうそうそう、うちの子がみたいな伝わるんですね、はい、売れちゃった次ないですからね、うん、売れたら売り物なんだけど売れるときがちょっと寂しいですね。好きなんだと思う、好きですね、はい、だからやっぱね、だからこういうなんか綺麗な状態でとか、あとまあレギュラー古着もなんかやっぱこだわってるものが揃ってるっていうのが、うん、そう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 、 SNS ではこの雰囲気伝わんないと思います、うん、いいなと思った時に鍋さんの顔チラッて見て寂しそうにしてると、これは本物だって本物だって分かりやすいですね、自分顔に出るって言って顔に出る急になんかシュンとするんですめんどくさいですよ、そんな客ばっかり来て確かにこれもいいな向こうでちっちゃい頃これいいな。でも本当あの高円寺原宿より安いですよね、うんうん、そうですね、まあ、と思ってやってますね、はいうんねはい、ですよね、うん、知られたくないね。やめますかこれ。やめよっかモロさん何もなんか来た。え、俺来てます。いや、お兄ちゃんは横で狙ってるだけだずっとこうやって寝ずっと俺は今日は一点集中にしてる今日の一着です。はい、はいはい、だから一着だっつって何持ってんの。河合さん今日すごいっすね。いや今日すごいっすね。いやなぜかというと、なぜかというと、あの一着ってもう買っちゃうもん。退職金出たしね。まあ、じゃあ河合さんからいきましょうか、はいはい、僕これもう一発目できたこれですね、うん、最初の最初でしたね。でもなか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 ないです、このコンディションのもの、はい、39,800円でした。そう、一番最初の衝撃でしたよ、衝撃、うん、安っとかって安っと
でこれはもうすみません、僕はもう今日買って帰ります、うん、で僕がおすすめしたいということで、はいはい、一品ということで言うと、まあ、このどちらかですけど、まあ、B ってなかなかね、こちらの2方は、まあ、リーバイスっていう形なんですけど、はいはい、僕はどちらかというとリーを押してるリーの人ですね、なのでこの2つウェスターナーと、そう、これも本当に状態いい、これも状態いいです、ね、この、はい、これもいいですね、これもいいですよ、リバースリバースって言ってるところからちょっと外れる形でもあるんですけど、着てて気持ちいいです、うん、楽しむんだったら D もありですよっていうことで、うん、そうですね、それでちょっとおすすめたいということで、はい、おすすめたい、おすすめたいで、おすすめたい、はいはい、こっちもそうですおすすめたい、おすすめたいです、はい、ということです、じゃ満面の笑みですね、満面の笑み、ということでした、確かに、確かに、こっちはね、こっちの2人は後にしましょう、はい、じゃあ、はい、僕大坪はですね、はい、さっき俺が聞きのずっと入ってますけど、はい、このセーラーパンツで合ってるんですかね、そうです、海軍の、はい、コットンの50年代、さっきのベルボトムじゃなくてこっちの、こっちがいいかな、さっきのリーも、いい、リーもちょっと僕見せてもらってもいいですか、こっちと超悩みました、はい、うん、これいいね、これも試着させてもらったんですけど、はい、これは80年代ですかね、70、80年代、はい、ほぼ値段一緒です、これとこれ最高です、あとパッチが綺麗な、ベルボトムっていうほどベルボトム見えないっていうね、そうそうそう、ブーツカットぐらいの感じで、ね、そうブーツカットで、これブーツ履きたいですね、うん、これはレギュラーのコロラルフローレンの寝るシャツですけど、うんうん、色がいい、めちゃくちゃいいです、うん、昔のねポロですもんね、そうですね、だからどっちかというとこの系統からカントリーの方に行ったりとかして、そう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 、今の WRL に行ってるっていうところの最初の頃のそうやってて、ね、まさにそうだと思います、はい、そうだ、俺もう一枚買うのはあった、もう一枚あります、うん、どれですか、いや、これもう買うのあったって言ったからね、買うんだね今日の一品じゃないでしょ、買うから、いや、今日の一品じゃない、ウエスタンシャツみたいな、ね、ウエスタンシャツなんですけど、これまあ古いタイプのね、はい、やつなんですけど、これもすごくいいなっていう感じ、これウエスタン仕様の、うん、スナップボタンがいいですよ、これまた、しかもね、昔のが良かったな、ラウンドカットして、ラウンドカットして、しかも2つ、ラウンドに2つという、でこのお値段が、これもまあ、教えてもしょうがないですけどね、買っちゃうから、これ8900円、安っこのタイプのやつ、うん、今、まあ、WRとかだとこれ2万9000とかそんな感じですからね、もっとするんじゃないですか、ダブルは、うん、WRL もっとするかな、もっとする、ダブルはもっとします、4万ちょっとかな、ごめんなさい、ちょっと飛び入りさせてファミリーセールの会場みたいな、そうですね、モロさん行きます、僕なんかちょっとここ並んでみてください、2人そっくりじゃないですか、いや本当、あれあれ、だけどこんなピンピンのなんて、うん、俺初めて見たっていうぐらい、サイズもいいですよ ね大きくてね、うんうん、いいですね、いや参った、モロさんの方が46 で, 46でこっちが42、最初期のスモール E ですね、うんうんうん、はい、大きいサイズの方が今ちょっと値段が高い、まあ、値段が高い、はい、これでいくらですか、これ78,000円、それでも78,000円です、安いね、小木さんのが今日は42,800円、うわでもサイズ感はぴったりですね、はい、そう、俺はやっぱこれぐらいの方が、うん、そうですね、もう一個ちっちゃくてもいいぐらいだけど、まあシルエット的にはこの方がいいかなって感じします、小木さんこれ乾燥機かけたら縮むんじゃないですか、うん、うん、まあいやまあこのぐらいのがいい、このぐらいのがいい、このぐらいのがいい、そう、はい、ちょうど雨降ってるし、一回それで濡れながら、ずっと雨に濡らせとかそういうのばっかり言うんだよね自分やんないくせに、やんないくせに村さん一回雨に濡れてきた方がいいよとかやんないくせに言うんですよこれ営業時間とか定期日のこと、営業時間は、13時から、うん、20時ですね、うん、あ8時まで、はい、うん、で火曜日が定休日っていう形で、火曜日お休み、はい、うん、そっか、まあ、あとはインスタで、そうね、見ていただいて、いやまだまだありそうです、そう、まあ、だから、お店に来て見ると結構ね、うん、キュンってなるのがなります、ね、ね、あるんで、うん、あととにかくねコンディションがみんないいですよ、みんないい、はい、ことで、はい、今日は、はい、ジャーニーさんよりお届けしました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ということです、周年で出すやつの今準備できてるやつでスペシャル結構パンツもあるんで、あらら、スマホに入ってる、うわあるじゃないですか、なんだこれやばい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 のやばいやばいやばい、ブルエキックスギャラなし、ギャラなし、60年代ルイわー、これ触ってる、うわーすげーすげえ。あれ浸透してる。やばいやばいやばい。言えば言うほど我々が。周年っていう割には。やばい。ちょっとね。出た出た。うわ。大きいですけどね。これはいいわ。でこれもやっぱレングスが長くないんで。うん、そうですね。
これはダブル X 細いやつ、ね、細いですね。ガーン、で D のマッコン、濃い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 ですよ。これまた本当に新品のような。そうですね。これも多分ほとんど履かれてない。ね、うわ、ほんとだ。ほら、でもよく見つけてきましたね、リーで。三四、うわ、ちょうどいい。でリーで言うともう一発、はい、あのペインターパンツ。あら、はいはい、ライトオンスの。うわ、これいいですね。うわ。うわ、これも古そう。これ50年代ですね。うん、うわすごいな。あ、これだよ。ピンだね。これ地球一。で、下に見たって感じするな、これ。このタイミングなんか神ってないですか。神ね。いや、すごいタイミングでお話いただいたなと思って。狙ったわけじゃなくて。神ですね。神。神ってますね。で、あと、あ、いい雰囲気。鬼ひげと。鬼ひげだ。鬼八の巣の517。517。ブースカートね。めちゃくちゃ鬼ってますね。鬼ってますね。うん、すごいね。はあ。これアメリカから全部なんですか。いろいろですね。はい。まあ、自分が店をやるってなって、はい、まあ、ひたすら貯めてたやつ。コツ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 ね。ですね。だから今買えるかって言ったら多分買えない。なるほど。もっと買いやすい時からコツ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 。鬼ってる。すごいね。鬼鬼だ。蜂の巣。そりゃだってでもこれ売れちゃうの寂しい顔になるよね。コツコツ試してやつ。食べてますからね。確かに。はい、これなんですかこれ。ちょっと変わってますね。これはあのローバック、シアーズローバック。シアーズローバック。シアーズね。これもセブンティーズですね。あれデッドじゃないですか。違う、デッドじゃないですか。これはワンウォッシュって感じですかね。すごいよ。おお。これは被んないよ。本当だ。誰とも被んない。あはは。あれ、ね、あのフラッシャー付きのやつってあれは何ですか。あれは90年代ですね。はい、501。やばい、やばい、瞳孔開いちゃったね。よいしょ。いやテンションが、いやでも予想外噛みした、噛みってた、ね、よかった、あんなに出てくるとはみたいな、ね、噛み分かってましたね。もう下見とかその時にはある程度見てたんでしょう。もちろん、もちろんです。何度か行ってないです、僕。でもこの夏は外して秋口に取材させてくださいってちょっと前にはお願いしていて、そしたらまさか周年とかぶって、あ、ちょうどいいタイミングだ。あんなにモリモリで出てくるとは、そこはそう、あの予想しなかったんで、でもね、おっしゃってたよね、このタイミングですごい、すごいですねとか言って言われたから、いいお店でした ね、 ね、過去一早かったね、2人ね。過去一早かったですよ。あ、びっくりしました。最初に見たのを、それぞれ、そうそうそう、結局そうですよね。結局最初に見たやつを買ったんだ。そう、俺も生ビラを2つ入れます。あ、すごいな。河合さんが、え、ブル、あのレザーと、うん、レザーとネル、ネル、あ、ネルか、うん、ネルのウエスタンですね。まあ、ちょっとあれです、縦でいくとあれの僕が買ったやつ8900円かと思うでしょ、縦でいくとあれ大体12800円とか、プラス3000円ぐらいしますよね。3000円はするし、下手するとあんだけコンディションいいやつとホテルも何もないから15%でもおかしくないかもしれない。かっこいいっちゃ早いな、2人くとも。だからいいんですよね、状態もいいし、お値段もいいし、なんかね、横取りされない術をもうテクニックをお兄ちゃんも学んだね。最初着て、ずっと脱がない脱がないと、持ってる、ね、めちゃくちゃ睨まれた圧がね、圧がすごいありましたよね、過去一の圧だからさ、他全然掘らないんだもん、本気の圧ずっと掘らなくてさいや、掘ってたんだけど、いや、どう考えてもあれだろう、脱ぐ瞬間をずっと待ってたんだよモロさんおっかねえなでもね、もう上物3連発で買っちゃってるわけですよ。ですよね。そう、全部上物買っちゃったでしょ、だからちょっと上物はもう買えないな。失礼いたします。シャインマスカットさん、ウロン茶ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。いや、良かったな。失礼いたします。お好み焼き焼きそばランチ。はい、はい、あー、美味しそう。じゃあ手前の人間から取りに行きます。はい、これもうあれだよね、1年間さ東北出たりとかさ犬してるうちにさ、もうついにうちのクローゼットに何も入らなくなってしまいました普段とっくですよ。とっくですね、僕。いやー、本当にだからベッドの下のところにもさ、あれですもん、隙間があるから、そこに入るようにギュッとギュッとして買ってきて、そこにも入れたけど、もうついにそれも入れたとしてももう
共同でやってるっていうことがやっぱりある意味隠れ家的な。そうです、結構完全にそうですけど、ね、意外にだからこう住んでる人がファッション関係者が多いって言ったように、うん、あのニーズがあったんでしょうね。で競合がないので、そういった意味ではね、みんな共同って服が買えるとこなかったんですよ確か。改めてアメ横、まあ個人で行ってるのもそうだけど、うん、みんなで行くのって楽しい、やっぱり、うん、ワイワイ言いながら、なんか学生時代思い出す。みんなで行くことないもんね。ない、やっぱり買い物はさ、なんかみんなで行った方がなんかテンション上がって、どうしようかなと思ってもなんか勧められてるとか、やっぱこっちがいいんじゃねえかって言われたら、うん、あ、じゃあって言ってこっちの方がいいのかなとか、ね、うん。眠くなっちゃった一気に炭水化物一気に入れてあとこうなんか思考的に、ああ緩いですよね。なんとメディア初ブランドを作ることができました。シルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよあれが。最高の気分みたいな。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックスのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。